んにちは。大丈夫かな。こんにちは。こんばんはですね。お時間が来ましたので始めさせていただきたいと思います。まずはじめまして、さやかと申します。私は LP セルフケアディレクターという、リリーマッサージというマッサージを、そうですね、セルフケア、セルフマッサージですね、セルフマッサージの大切さっていうのを今お伝えしております。で、このリリーメソッドっていうのは、こう女性らしいラインを作っていくのがすごく得意なんですけども、もう一つ大切にしていることがありまして、こう素肌に触れるっていうことですね。この素肌に触れることで、その日の体調だったり感情を、その日の湧いた感情っていうのを感じていただいたり、どうしてもこう自分のことは後回しになっている方すごく多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。つい周りの人とか大切な人とかには優しくできるのに、言葉を、優しい言葉かけたり優しく接することが当たり前のようにできるけど、自分に同じようなことをしてるかって言ったら、できない人ってやっぱり私も含めてすごく多いなっていう風に感じます。ぜひ素肌にこう触れること、自分の体を触ることで、自分のぜひ、なんて言うんですかね、時間、自分に集中していただきたいなっていうのが、このセルフマッサージのいいところだと思うので、皆さんにやっていただけたらなと思います。続々とありがとうございます。全く初めての方も多いと思うんですが、すごくベーシックな、簡単にできるようなマッサージを今日はさせていただこうと思っているので、ご用意もしね、一緒にできる方は皆さんぜひ一緒にしていただけたらなと思います。声とか聞こえてますかね。大丈夫かな。では始める前に、お水を飲んでいきましょう。お水、皆さんありますかね。お水飲んでください。で、体の 60% は水分でできてるって言いますよね。こうお水を飲んでいただくことで、細胞一つ一つにお水を行き渡らせるようなイメージで、ぜひマッサージしてください。イメージすごく大切なので、マッサージ中はたくさんイメージしながらマッサージしていただければなと思います。で、もう一つ用意していただきたいのがマッサージクリームですね。皆さん今お手持ちにありますか。あ、ギーを入れたお茶湯を飲んでました。いいですね、ギーとお茶湯すごくいいと思います。水分補給してマッサージしましょう。マッサージクリーム、お手持ちのもので大丈夫です。マッサージクリーム用意していただいて、マザーさんでこういうセサミオイルも販売してますので、こういうセサミオイルでマッサージするっていうのでも大丈夫です。ではやっていきましょうか。はい、今日はマッサージオイルでも大丈夫です。ありがとうございます。今日は肩と、デコルテ、あと腕と脇ですね、をマッサージしていきたいと思います。ちょっとなるべく簡単にしていこうと思うんですが、
わからないところがあったら言ってください。いきますね。ちょっとじゃあクリーム手に取っていただいて、まず肩と首に塗っていきます。余ったので反対にも塗りますね。はい。で、背中にはこうフードみたいに背中を覆う大きい筋肉があります。肩が凝ってる方とかすごくその筋肉がこわばってますので、その筋肉を後ろから前へ、後ろから前へ、見えますかね、後ろから前、この肩を上げた時のこの筋肉ですね、見えますか、これこの筋肉を後ろから前へ触っていきましょう。で、しっかり呼吸を感じながら、呼吸しながら、意識しながらマッサージしていってください。どうですかね、なんか凝ってるって感じる方はこう痛気持ちいいかなって思います。気持ちく感じる程度の強さで結構ですよ。で、首も前へ持っていきましょう。この時にこの鎖骨の上にですね、体のリンパの最終ゴール地点があるんですね。あ、すいません、この時左から必ずぜひやってください。左側からやってくださいね。それにもまあ理由があるんですけども、必ず左側から鎖骨の上に向かってマッサージします。首も前に向かってマッサージします。早くならなくて結構ですのでね、ぜひご自身のペースで気持ちいいなって感じる程度でマッサージしてください。はい、大丈夫かな。次はこのデコルテ触っていきます。肩がこう巻いてしまってたり、どうしても猫背になってたりする方って、この前の筋肉、魚の尻尾みたいな筋肉がついてるんですけど、ここの筋肉すごく硬くなってくるので、呼吸も浅くなりがちなんですよね。今やっぱり不安なことが多いっていう方も、緊張してるとかっていう方もすごく硬い方多いと思うので、ここもゆっくりほぐしてあげましょう。で、先ほど言ったみたいにこの魚の筋肉ですね、意識しながら一本一本肋骨の間の溝掃除するようなイメージで、グーでも結構です。マッサージしていきます。肋骨の間一本一本に指をはめるようなイメージ、第一関節と第二関節の間でマッサージしていきます。で、この時にちょっとこう呼吸に合わせて揺れながらマッサージしてあげると、こうゴシゴシ余計に肩が凝るとかにならずにできると思います。吸って吐いてぐらいで、はい、吸って吐いて、ちょっと呼吸を意識しながらゆっくりマッサージしてみてください。もうこの肋骨の間分かりませんっていう方はグーで大丈夫なんですけども、もし分かる方いたら、この時ね、手をピチャッとこう肌に吸い付くようにつけていただいて、しっかりこう間をマッサージしてあげると、これも呼吸が深くほぐれてなりますのでね、マッサージしましょう。
では次、胸の間ですね。ここ胸の間、この、まあ、谷間ですね。谷間にあの女性ホルモンのツボっていうのがあります。でここをこう上下にほぐしてあげることで、女性ホルモンの活発に促す働きがあるので、ここもしっかりほぐしてあげると呼吸も深くなりやすいです。痛い方もいらっしゃると思いますね。ここはい、では腕いきましょう。腕にもクリーム塗っていただいて、で腕にはですね、ここに三角定規のような筋肉があります。でこの三角定規を肩から剥がすようなイメージで上から下へ、こういう感じです。グーで猫の手ですね、マッサージしていきます。で前の方も、今こうパソコンとかねされてる方、リモートワークの方とかは、あの腕もすご相当疲れてると思いますので、しっかり腕の三角定規を意識しながらマッサージしてください。でこの肘のこう曲げたところの肘のちょっと内側、上側ですね、ここ触ってあげると、これ目が疲れてる方はすごくここ張ってくるところなんですね。なのでここもよくね、パソコン仕事とかされてる方はマッサージ、本をよく読む方とかね、マッサージしてあげてください。痛くないですかここ。はい、できましたら次は全部集めて脇まで流していきます。脇に大きいリンパ節がありますので、ここまで一回流していきましょう。はい、そしたら、はい、では脇を、痛いですよね。そうなんです、あの1回でやっぱりほぐれきれないので、毎日もう1分でも2分でも、もうスキンケアの流れのついででもいいので、触る習慣ぜひつけていただければ、あの必ず痛くなる なくなるのでやってみてください。脇はですね、ちょっとこの子、この、わかりますかね、ここの肩甲骨を脇から触ってあげてください。こう挟む感じですね、肩甲骨を脇から挟む、こうですね、親指を脇にこう入れていただいて、そしたらここにね肩甲骨があるんですね。でこれにわからないよっていう方はグーでいいです。グーで脇の中をほぐしてあげてください。もし分かる方はここを手を挟んで肩甲骨と一緒にもみもみと触っていきます。腕ってもう日常でこう買い物の袋を持ったりとか、もう日常生活してるだけで疲れてしまう筋肉なんですよ。なので痛い方すごく多いと思いますよ。はい、で後ろが揉めたら次前も指こう挟んでいただいて、この筋肉ですね、ここしっかり揉んでいきましょう。今日はどんな風に過ごされましたか皆さん。でそういうのをこう思い返しながら、ああ今日もこういうことあったなっていう風にマッサージ、自分の体に触れてあげるのもいいと思います。はい、はい、では反対ですね。
また肩から、これだけでもですね、ちょっと私今日何回もやってるのでちょっと分かりにくいかもしれないですけど、ちょっとね、もしかしたらこう極端に言うとこういう感じで下がって下がる方がいると思います。そういう方はしっかり肩甲骨が元の位置に戻ったというか、ほぐれたっていう証拠なので、ぜひそういうのも見てあげてください。はい、反対の肩からいきますね。肩も後ろから前、先ほどと一緒です。ちょっと離れようか。呼吸しながらぜひやってあげてください。鎖骨に向かって流していきます。気持ちいいですね。はい、そしたら次デコルテいきます。はい、デコルテさっきと同じように、魚の尻尾をイメージしていただいて、この肋骨の間一本一本溝掃除するようなイメージでグーで流していきます。呼吸に合わせて左右に揺れる、揺れるとマッサージしやすいと思います。しっかり吸って吐いて、吸って吐いて。強さどれぐらいがいいですかって、ありがとうございます。そうですね、ご自身が気持ちいいなって感じる強さで大丈夫です。はい、それが一番大切です。ガシ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 やってしまいがちなんですけど、自分がこう気持ちいいなって癒されるなっていう強さで大丈夫です。ありがとうございます。はい、ではデコルテ大丈夫ですか？できる方はこの骨一本一本に指を滑らせてもいいと思います。はい、では次腕いきますね。腕はですね、同じようにここに三角定規のような筋肉がありますので、それを肩から剥がすようなイメージで上から下へマッサージしていきます。きっと赤ちゃん抱っこされている方とか、そうですね、特によく使うと思いますね。利き手の方がやっぱ少し硬かったり、こう左右の違いとか見ていただけると、感じていただけるといいと思います。こう手から、手ってすごく感情が伝わりますよね。こう小さい時にこうお母さんからお腹痛い時とか、こう撫でてもらうだけでも癒されるっていうか、痛くなくなったりっていう経験が私はあるんですけど、手から伝わるものってね、すごく大きいなと思います。大切なものを触るようにぜひマッサージしてください。はい、上から下へマッサージできたら、ここも一緒です。目が疲れてる方ね、ここ肘の少し横あたりマッサージしてあげてください。痛いですね。
場合、腕大丈夫そうですか？ほぐせたら全体的に集めます。しっかり脇の中に入れていきましょう。どうですかね。優しく優しくマッサージしてくださいね。で、脇まで流せたら脇のマッサージですね。途中お水飲んだりしてくださいね。で、先ほどと一緒ですね。この肩甲骨を脇から触っていきます。脇に手を入れて、この肩甲骨一緒にもみもみしていきます。すごくこの肩甲骨の可動域も良くなってくるので、ね、今ヨガを毎朝、マザーさんでしてくださってるんですけど、時間的に難しいかもしれないですけど、ヨガの前とかにもセルフマッサージすごくいいと思います。この奥に、この脇の奥にすごく硬い塊とかね、触れると思うんですけど、この塊を少しずつこうマッサージしてあげるといいですね。肩こりの原因にも肩こりの原因にもなりますので、マッサージしてあげてください。こう二の腕が他と比べてちょっと冷たいなとか痛いなとか、そういうのもぜひ感じてあげてください。で、前もしっかり揉んでいきましょう。呼吸忘れずにね、しっかり吸って吐いて、たくさん体で、おの中を空気で満たすようなイメージです。娘が押しちゃいました大丈夫ですありがとうございます。はい、これでですね、一応一通り、今日はこの、デコルテ周りだけなんですけども、どうしてもね、今本当に皆さんお家にいてる時間が長い方が多いと思うんですが、中には医療従事者の方たちもいてると思います。で、生活の、私たちの生活のためにこうスーパー開けてくださったり、いろいろね、働いてくださってる方もいてると思います。どうしてもここがね、硬くなってる方が多いんじゃないかなと思って、で、今日マッサージいたしました。で、ぜひ、何ですかね、こういろんなところにどうしても今アンテナが立ってると思うんですが、もう1日の少しの時間でもいいので、こうやって自分をいたわる時間というか、自分に触れる時間っていうのを、習慣にね、ぜひしていただけたらなと思います。隠れていた肋骨が出てきた気がします。素晴らしい、ありがとうございます。そうですね、鎖骨もマッサージがあるんですが、あ、とっても分かりやすいです、ありがとうございます。鎖骨のマッサージもあるんですけど、この鎖骨が綺麗に、
本当に出てくるんですよね。私も埋もれてた方なんですけど、あのボディメイクすごく得意です。セルフマッサージ、このリリーマッサージっていうのは、はい、ぜひね、それともう一つで自分をいたわるっていうのを感じていただけると思うので、習慣の一つにぜひしていただきたいなと思います。今日はちょっとそうですね、時間もいい感じなので、本当に今日貴重な日曜日のお時間、ご一緒させていただきましてありがとうございました。また機会がありましたら、そうですね、ご一緒させていただけたらなと思います。コメントもたくさん、とっても気持ちよかったです。本当にありがとうございます。ぜひあの続けてやってみてください。はい、あ、皆さん癒されたようでよかったです。もうご自身のこう手からの、気持ち感情っていうのを、大切な人と同じような気持ちで自分にも、伝えてあげてください。はい、ありがとうございました。はい、では皆さんこれで、はい、ありがとうございます。おしまいになります。また明日朝、マザーさんでヨガがありますので、ぜひご参加ください。はい、ありがとうございます。失礼します。